沼澤隆さん再び登場です。もう最初からですか。もう最初から登場です。もうなんかゲスト扱いじゃないですよね。もうゲスト扱いじゃないですね。ゲスト扱いじゃないですね。あ、3時からスタンバイしてもらって、またドラムセットもセッティングしていただきましたけど。はい、今日も持ってきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、Nothing but the Funk の、はい、ライブのプロモーションで来てくれるということだったんですけど、いや、くれるっていうか、もうなんか、押しかけてるんですけど、ね、押しかけてるんですけど、すみません、でも残念ながら、チケットがソールアウトになってしまったから、え、当日券ももうないの？いや、ね、一応こう、完売になっているんですけど、電話をかけると、はい、まだいけるって、要するにネットでもう予約できなくなっちゃったんです。ネットではもう予約なしということで、電話をすればなんとか。そう、電話をすると、あの、いわゆるこの辺でよければ入れますよみたいな。ははは、なるほどなるほど。そういう風になっていて、そういう余白を残したソールドアウトってやつだと思う。わかりました。じゃあまだチャンスはあるということですね。あります。これを聞いていきたいと言った方は、そうです。もう電話をしてくださいということ。アンド大阪、これ、はいはい、あれですよね。今関西でもラジコとかで、名古屋でも流れています。名古屋で流れています。まあ、東海関西地方の方、はい、大阪1月16日は、ええ、まだお席がございます。はい、東京はあっなんかブワーで、あの、すごい、あの、おかげさまで、はい、なんか良かったじゃないですか。そうです。ええ、あのね、まあ十数年前に、は割とね、3 days とかドヤーって人来れたんですけど、やっぱり、あの、日本って時代がいろいろあるじゃないですか。流行りしたり、うん、早いみたいな。はい、で、最近これをや、こういう感じのことをやっているっていうのは、そんなに、あの、動員力がなく、まあまあ、そういう言い方もネガティブでよくないんですけど、はい、まあ、ちょっとそんなに、あの、ここ数回は、まあ、あの、売り切れたりしなかったんですけど、今回ガッて来ました。なんですけど、大阪まだ入れるんで、はい、大阪のはもう、あの、大阪はたとえ10人のお客さんがいても、その10人がものすごい盛り上がるっていうのが大阪なんですけど、はい、そこはあの満杯にしましょうみたいな。まあ、関西の方で聞いてらっしゃる方もいると思いますので、はい、あれ、そう、ラジコ、まあ、プレミアムに入れば、もう全国で聞けるということで、ね、で聞いてる方も、大阪の方いましたら、ぜひ遊びに行ってください。そうです。1月16日、場所はビルボードライブ大阪。同じビルボードライブ大阪の方で。これで14日が、東京、ビルボードライブになりますけど、これ2公演ですよね。そうです、はい、一部2部、一部が5時、30分オープン、二部が、8時30分オープン、両方とも同じスケジュール。あ、そうですか。火事でなかった本当。これを見ていると、あ、ね、違うんですか。違う、若干違う。いや、これ今フライヤーを見てるんだけど、フライヤーファーストがね、6時半、セカンドが9時半になっている。9時半スタート、6時半、9時半。そこは、あの、すみません、あの、ビルボードのサイトを見てください。はい、どれが正しいか。6時半、9時半まあ、日にちは合ってます。そんなわけで、今日はでもあれなんですよ、僕一人じゃないんですよ。はい、はい、なんとキーボーディスト、はい、お呼びしております。そうです、でも番組に来るのは2度目かな。森さんです。森俊樹さん、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。大阪が生んだ以前、タイジのサンパウロかなんかの時に、はい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 、来ました。演奏していただいたということで、はいはいはい、またよろしくお願いします。お願いします。もう、あれ、沼澤さんとはもう何年ぐらいの付き合いなんですか。何年、20年ぐらい、はあ、20年ぐらいですね。ぐらいの付き合い。20年ぐらいですね。そのきっかけっていうのは、きっかけは後ほど。そうですね。まずなんか、まず一発、せっかく来たから、なんか演奏しつつ、あ、じゃあ、するそのきっかけになることを想像させるの言ってみます。はい、そんな、もうなんか今、あの、はい、何もうなんか冒頭からお前らもう演奏してみたまえ、そういう感じ。来週1月14日、 Nothing but the Funk、ビルボードでライブがある、沼澤隆さん、そして、森、俊之さん、この二人を迎えて、はい、まあ、生演奏をしながら楽しくお送りしていこうかなと思っております。デブさん、ありがとうございます。今日は本当に、あれですよ、あ、そっか、前回ね、沼澤さんが来た時に動画撮ったんだけど、
あの著作権の問題で YouTube にアップできないんで。でもね、あれですよ、あの今回大丈夫かな、今回もちょっと動画撮ろうかなと思ってるんですけど、今回大丈夫です、ええ、でもこの間のも、ね、上げられるものが1部2曲あるらしいんで、それは上げれるわけ、ね、上げられるのがあるんですって。だからそれな、後ほど後ほど、じゃあこの間は思いっきりなんかカップされてってなっちゃったらしいんで、基本的にプリンスの曲は全部カップされてる。でも厳しいですね、プリンス側は。1曲に波形に引っかかっちゃうんですよ、あの操作網に引っかかっちゃったらしいんで、そんな感じで、なんで、それは後ほど、はい、で今日はあの大丈夫なドラムキーボードの演奏で、生演奏なんで大丈夫です。大丈夫ですか。動画も撮っておきます、後ほど。では1曲お願いします。
沼澤隆史、森俊之、歌が in the house。 歌が必要でしたね。いやいやいや、なかなかかっこいい。ありがとうございます。すいません。きっかけの曲でしたね。そうだよね。かけていただきましたけど、まあ実は、そうです。あのね、森くんが、僕が森くんに初めて会ったのは、菅氏香夫くんの、はい、ライブに僕呼んでもらって、はい、その時にもう菅くんのデビューから、森くんがプロデュースをしていて、この曲、はい、そもそも、まあ、菅氏香夫っていう人を僕は知ったのが、この曲だったんですよ。でまだ日本にいなくて、で日本行ったり来たり、シアターブルックスとかもやってたの で、はいはい、でその時に行ったり来たりしてる時に自分でまあ車を運転してて、まあ 家新宿なんで、で明治神宮の辺、神宮外苑とか走ってる時にこの曲が、ラジオで流れて、でこれ今森くんが弾いているこの鍵盤キーボード、うん、これウーリッツァーっていう70年代だよね。そうですね、70年代のこれがエレク、はい、電気ピアノなんですよ。電気ピアノ、はいはいはい、エレクトリック。そのピアノの音って、うん、まあ有名なのは独特な音ですよね。そうです有名なのは、まあ多分みんなが一番よく知ってるのはダニー・ハサウェイだったり、はい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 、まあその昔っていうか、まあ一番多分その世の中にバーンって来たのはレイ・チャールズですよね。はい、Tell me what I say じゃんとか、うん、ああいう、で、それが耳に入って、運転中に、その音が流れてきたと。そうじゃん、これとか思って、それで、で、またその、これ、今、まあ、ね、バックグラウンドで流れてますけど、そのオリジナルが1997年なんですけど、はい、僕は、だから多分97、8年にこれを聞いたんですけど、そのあまりにかっこよくて、イチョウ並木、車僕ね、止めて、やばい、これ誰だろうと思って聞いて、はい、車止めて聞いちゃったんですよ。ほう、でもそれが誰かって分かんなくて、でその後、まあ、知ることになってそれを弾いてたのがもう今オリジナルキーボードを弾いてくれていた森俊之さん。ほうほうほうそこで聞いた後に、だいぶ後です。あ、だいぶ後に、3年ぐらい後ですね。で自分はシアターブルック、まあ、そもそもシアターブルックとね、東川君、一度その名古屋の、はいはい、どっかなんか稲城市でしたっけ、稲城市のイベントで、シアターブルックと東川が、バンド、対バンでやる、ツーマンでやるっていうコンサートっていうかライブがあって、ほうほうほう、そこで僕は初めて沼澤さんの生ドラムを、もうその前からもう13キャッツからないから全部知ってたんですけど、はいはいはい、実際にその一緒に会って、演奏してるのをそのシアターブルックで見て、ははははで当時その菅氏香夫のバンドにいたのは荒木優子ちゃんっていう子で、まあ、コーネリアスとかもう大活躍してる、うん、素晴らしいドラマなんですけど、ね、はい、まあ、同じ事務所でね、そうですね、菅君と同じ事務所でその頃ね、なるほど、はいはい、それで沼澤さんが叩いてるのを見て、やっぱりすごいな本物はって話になる。でその後ぐらいに菅が武道館ライブを、初の武道館ライブをやる。でも、ね、その時に自分はもうね、武道館やるのは決まってんの。あ、決まってて、はいはいはい、ね、あ、そうだ、それで会って、なるほど、初めましてって言って今度よろしくお願いしますみたいなのがその時だ。そうなんですよ。だからそのこの人を僕はラジオで聞いて、でさらにそのもう一曲、ストーリーっていうファンキーな曲があるんですけど、うん、それもたまたま聴いて、そしたらそのオルガン、はいはいはい、オルガンがその、まあ、構想、アウトロ、アウトロでオルガンがグワー弾いてる曲なんですよ、はいはいはい、でそれ聴いて、このオルガンの人誰だろうみたいな、そのこれ、サーティンキャッツのキャットグレーのオルガンにすごい似てるんだけど、誰だろうなと思ったら、それも森君だったんですよ。なるほど。でも僕はまだ知り合いじゃなくて、はい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 、でその時にその誘ってもらって、まあ、それいろいろね、経緯があるんだけど、その時の菅君のマネージャーっていうのが、うん、僕はシンディ山本さんのライブをやった時のシンディのマネージャーだったの、彼が。でその後菅君のマネージャーになって、で彼からその大きいとこでやる時に、沼澤さん
一回やってもらえませんかみたいなことがあって、それ99年なの。この間ね、それがそれを見に行っていて、その全部その資料を持ってる人と知り合いになって、あのシカオ&ファミリーシュガー新聞みたいなのが全部持ってるわけで、あの時ってさ、熊本行ったの覚えてる？覚えてる覚えてる。全然覚えてなくて、あれ初日が熊本なんだって、だ熊本と大阪城ホールと武道館をやる、でそこで初めて、はい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 、だったんで、今あのそのお、ね、せっかくだからって言ってまずはその黄金の曲、僕が懐かしの歌なしで、そう、僕がの曲をそう、さっきちょっと僕歌ってみたんですけど、あまりに自分の歌が下手すぎていやいやいや、高いですよ、高いし、まあ、菅さん上手いですからね、いや、声だね、なかなか今ね、はい、ね、この間またレコーディング、あ、そうですね、それは言っていいんだよね、あ、全然大丈夫だと思う。さらに僕もあの何曲か前のアルバムでレコーディングさせて、あのライブは今一緒にはやってないんですけども、そのレコーディングには参加してると、ね、ちょこちょこ参加させてもらってて、まあそこから Nothing But Funk、 そう、それで知り合いになってやるようになった、そうそう、それで知り合いになって、最初はあのその13 Cats っていうバンドを僕らやってたんですけど、キーボードのキャットがやっぱりそのあの自分のアメリカでの仕事とか、あのテレビの仕事とかやってるんで、はい、あとまあ家族もいて、あんまりそのツアー出たりとか、いろんなことをやっぱりやりづらくなっちゃったんで、それで13キャッツっていうのがなんとなくできなくなってきて、で、残りのミュージシャン、要するにプリンスだし、ラリーだ、みんなやってた連中が、まあ、僕20代からずっと仲良くてバンドずっとやってて、その時にキーボードが、はい、キャットができないねってなって、でその時にみんなが日本に来た時に森、いや俺さ友達ですごいやついるから一緒にやってみないって言って、セッションやったんだよね、南青山のマンダラで、それでがあの彼を呼んだんですよ、はいはい、であの森、俺の友達 でキーボードすごいやついるから一緒にやんないとかって、みんながなんかアーセナファイアの時だっけ、なんか、うん、なんで彼らが来日してたのかちょっと覚えてないんですけど、いやでもアースのメンバー来てましたね、それでということは、じゃあアースの来日の時、そう、時ですね、で、で一緒に演奏したら、おあの年っていいじゃねえかみたいな、みんななんか気に入っちゃって、それで森くんも一緒にこれをやるようになって、うん、これがバンドになったみたいな、うん、もうでもこれやり始めて15、うん、何年だろう、15、6年とかそんなのバタってことで、まあそんな Nothing But Funk は来週の火曜日、そうです、ビルボード東京でライブがあるわけですけど、はい、せっかくですので、もう一曲行く前にですね、あの今日はテーマとかないですか、業務連絡 で沼澤さんの車のドアがずっと開けっぱなしだっていう、嘘そんなメモが来てますけど大丈夫、まあでも日本だから後でスタッフに言って閉めとけばいいだけ、鍵は自分で持ってます、鍵あります、鍵あるんだったらえいいですか、うん、ドアだけスタッフに、今日あったかいから空気を入れようとして、これ助手席側から開けてください、その古い車なんで大丈夫です。ピッとかで開かないんで、そのね、閉めといてもらいますので。はい。そんなわけで、なんか、もう一曲。じゃあ、あれです。何行くの？メイツの曲やる？あの、あれです。はい、今度、まあ、結構オリジナル曲を、あの、Nothing But Funk でオリジナル曲を今、結構レコーディングしてて、実は、まあ、完成してないんで、はいはい、この今回のライブには間に合わなかったんですけど、うん、その中の一曲というか、まあ、一人で、ええ、まあ、ギタリストのネイト・マーサローっていうのがいるんですけど、うん、この人はまだ30ぐらいなんですけど、で彼らがもう知り合ってもう4、5年、もう5、6年かな、ええ、で彼は今もうものすごい売れてる人たちのアルバムに参加してて、去年グラミー取って、あのリオン・ブリッジスのアルバムで曲書いて、はい、で今年はグラミーにリゾ、あの太ったお姉さんね、リゾと正面ですに、もう正面です、リゾとかっていう、もうグラミー級の連中に曲書いてギター弾いてとかっていう、はあ、っていうバーンって今言っちゃってて、で彼がその流れでソロアルバムも最近出して、でその辺の曲も今度やろうよとかって言って、まだこれをライブでやるかどうかわかんないんですけど、うん、そのまあ、ネイトのアルバムの中に入ってるみたいな曲を、はい、あのやるかもしれないかなとかっていうんで、ちょっとやってみます。わかりました、お願いします。
Nothing but the funk. 来週火曜日になります。はい。ビルボード東京でライブがある、ネット上の、チケットはソールドアウトになっていますが、はい、お電話をしていただければ若干いけます。チケットは残っているということで、1月14日火曜日、は東京、16日が、大阪になりますけど。大阪来てください。大阪にぜひ。東京から来てください。ダメだ。いや、行く方もいるじゃないですか。来てほしい。ぜひとも。東日本の人は東京に、西日本の人は大阪に。なるほど。はい、ぜひ。名古屋、今だって名古屋の人もこれ聞いてるんですよね。名古屋でも今流れていますので、うん、ぜひ名古屋の方は大阪の方に、遊びに行ってください。まだ間に合います。Nothing but the fun。お二人。